で、このリクス、うちのチェストジップの機関なんですけど、ちょっと基本的に全体的にコンプレッションがかかってるので、最初は抜きするのがすごく大変だと思います。なのでですね、まあ最初にいろんな方にお勧めしているのが、ビニール、こういうビニール袋を使う。で、足を通して腕を通すっていう方ですね。もう着てはいっちゃってるんですけど、こう通す際、足を通す際にも片方、まあ両足にこうビニール袋をこうかぶせて足を入れるとすごく楽に着ることができます。で、上半身も同じようにこういう風にね、すると。すごくサッと腕を通すことができます。で、反対側ですね。反対側は同じように片方ずつこう腕を通す。一緒に両方手を通そうとするとすごく辛いと思うので、まず片方ずつ腕を通してください。で、最後に。これで上半身を通した状態ですね。まあ、極力こう足の裏とかのたわみとかも取りましょう。で、そしたらですね、次はこう切るとき、まずはここの首のちっちゃいホールがあるので、そこに首を通します。頭を通して、で、ここの後ろのベルクロをつけていただいて、この両端のベルクロをここに肩のところにつけます。そうすることで、こう後ろこう重なっている部分が、ね、ないので、水が入ってこないようになってます。で、最後にこう後ろのフラップを持ってくるときは、このようにすると楽に切ることができます。で、最後にここのチャックを締めて、ここのチャックのこっち内側に畳んで、それで最後にこのホックをつけます。で、ドライネックの人はこのドライネックの首の部分を内側に畳んであげると完成です。で、脱ぐときはまずこうで、そしてここを通ります。で、頭を抜きます。まずは握ってから、で、これで後ろをちょっと下げます。下げたら、少しずつ下げていきます。で、ここから片方ね、手を出してあげると、すごく、ここを押さえることができるので、脱ぎやすくなります。で、最後にこの腕を、ここを、肘から抜くところですね。そうすると、